皆さんこんにちは、リュナリサのリュナです、今日なんですけど、今ね、リリちゃんがね、引っ越しの準備を、してまして、お家で頑張ってくれてるんで、まあね、今日なんかリリちゃんが、味噌を食べたいって言ってたんで、ちょっとちょうど新作も発売したんで、お芋のやつをね、買ってってあげたいと思うんですけど、まあ普通にあげたら面白くないんで、リリちゃんには自分の分しか買ってきてないっていう風に言って、もう一人でバク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 食べていこうかなと思っています。まあそこはちょっと心にしてね、そういう、モニタリング企画を今日は撮っていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。帰った。はい、というわけで、リリちゃんにね、これミスドを買いました。で、なんか上と下で一応あのお芋のセットとあと通常のやつ分けてあるんで、まあね、これで、まあ、実際に家帰って自分の分だけでって言ったら多分めちゃくちゃ怒ると思うね。まあそれでもね、めげずに俺は一人で食べ進めていきたいと思います。まあ一応ね、そんな鬼じゃないから最後ネタバレした後ちゃんとね、お芋のセットはリリちゃんにあげたいと思うんで、それではね、お家まで時飛ばし。じゃあマリーちゃん、あ、おかえり。あ、ミスド帰ってきた。ありがとう。うん、あれがあれだっこ、うん、暑かったやろ。うん、え、さつまいもなかったの。あ、芋なかったな、なんか多分、わかんないけど。なかった。うん、あ、売り切れてたの。え、じゃあリーちゃんどれにしようか。うん、え、何言ってんの。え、な、俺が買ってきたんだから俺のやん、これ。え、なんで、何自分の食べようとしてんの。え、だって俺買ってくるからりーちゃん準備してていいよって言ってくれたじゃん。俺自分の分カッコ買ってくるからってことや。え、りーさんの分は自分で買ってくればいい。歩いていけるんやから。え、ケチ。なんそれ、なんでそんなケチなこと言うの。え、だって引っ越し準備だって二人のじゃん。うん、俺のもう終わってっから。え、そういう感じ。ココなの。は？ここなの？うん。え、だってリサ、キッチンとかだと全部入れも詰めてたんだよ。キッチン使ってんじゃん、いつも。うん。え、なんでリサが家のことやってる、リュナさん買ってきてくれると思って、まあ、楽しみに待ってたのに、自分の分しか買ってきてないの？うん。え、ありえないんだけど。最低だよ。なあ、だ、一つがいい、一つ。いやだ、そんな食べかけ、そんな食べかけの余りなんていらない。もちもち、もちじゃない、じゃあなんか一個いる。一個いるじゃなくてさ、ね、芋の食べなかった。いや、ないなら仕方ないけどさ、だったら連絡くれてもよかったじゃん。したよ、出なかったよ。いや、かかってきてない。しかも、本当に自分が好きなのしか買ってきてないじゃん。リーちゃんが好きなの、一個も入ってない。そんなことない、エンゼルフレンチ入ってる。エンゼルフレンチ好きじゃない。え、好きじゃないの。好きじゃない、飽きたの。今は違う。そんな怒らんでもええ。え、ドッキリある、もしかしたらある感じ。いや、ドッキリなわけないじゃん。ドッキリじゃない。本当にありえないね。なんか今後一緒に住むのなんか疑う。なんでそんなこと言うの。ありえないよ。ありえなくないよ。美味しいもの、楽しいことは共有しなきゃいけないじゃん。共有するから倍美味しくなったりするのに。共有、共有するってば。食べ食べ、ほらほら、おい、ポンデポンデポンデ、えがあ、じゃあこれ、え、食べないの。もういい。食べないの。もういらない。食べないなら食べる。そんな最低なやつが買ったミスドなんていらない。うまASMR。 咀嚼音で楽しんで、引っ越し準備。うるさい。なになになに、ガチ切れじゃん。あ、切れた。え、リーちゃん、もう知らない。ごめんごめん。そ
使わない。リー、ねえリーちゃん。リーちゃん、ちょっと待ってて。ほら、あー、マジで、あー、マジで、あー、マジで。来ております。これテッテレです。じゃじゃん。家出る前にカメラ、隠しカメラセットしておいたんです。だからここいじられたらどうしようと思ってたんだけど、いじってなくて、だからずっとリサが本当にちゃんと引っ越し準備してたかも全部ついてる。してる、してるし、もうあれいつも置いてあるからついてるかもわかんない。そりゃそうだ。カモフラしてる。うまいことやってんね。うん。というわけで皆さん見てください、ちゃんとお芋のセットも買ってあります。お芋セット、うん、新作ね、新作さつまいもで、これさ、去年食べれなくてりーちゃん今年は絶対食べると思ってた、うん、要はじゃあもう引っ越し準備もね、すごいいろいろりーちゃんが調べて、まあなんかその俺も仕事中でりーちゃんテレワークやから、こういろいろね、あの引っ越しの業者さんとかも行ったりとか、対応とかもいろいろしてくれてて、本当感謝してるから、ありがとうってことで、安上がりです。うさそう。またね、あのちゃんと夜ご飯連れてってあげたいなって思うんで。夜ご飯の？まずはね、まずは食べたかったミスドをね。いただきます。どうぞ。うまっ。うまっ。うまっ。あ、うまこれ、マジでお芋。くさ。今鼻からお芋出してたの。芋臭。おならいっぱい出ちゃう。やだ。チャンネル登録待ってるよ。はい、ということで、まあちょっと途中ちょっと本当にマジでこけてくそ痛かったんだけど。あれは本当？笑っててくそ。はい、ということで今日の動画は以上になります。この動画が面白かったな、良かったなと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもいっぱい書いてくれたら嬉しいです。あと TikTok、Instagram、Twitter もやってるので、ぜひ概要欄の方から飛んでチェックしてみてね。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さっきルナさんムカついてブーンでしょ。